ジャスクサバレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、こちらにあるレコードを紹介します。ウィントン・ケリーですね。はい、10インチ版です。先日同じピアニストのケニー・ドリューの同じブルーノートの5000番台10インチ版を紹介しましたけども、ですね、ここにあります。ニューフェイシス、ニューサウンズ、ケニードリューもそうです。この5000番台でこのニューフェイシス、ニューサウンズっていうシリーズみたいなもんですね。その一つでもあります、このモダンジャズシリーズ。5000番台はいろんなもっとクラシックなものとかもあるんですが、もうモダンジャズが出てきた、そんな1953年ですので、ニューサウンズだったのだと思います。それで先日のケニー・ドリューも彼のデビューレコードでしたが、このレコードもですね、ウィントン・ケリーのデビューレコードなんですね。1953年。はい、それで彼はですね、ここにもこのライナーノーツ、レナード・フェザーが書いてありますが、ジャマイカ移民の息子なんですね。4歳の時に、アメリカに来たということが書いてあります。それからそうですね、結構もう早熟の天才だったと思います。そういうことが書いてあります。それでアメリカに来て、いろんなミュージシャン、最初の頃ですね、レスター・ヤングとかですね、この書いてありますね、ダイナ・ワシントンの伴奏をやったりとか、レスター、これディジー・ガレスピのところに入ってやっていたというようなことが書いてあります。そうですね、スペシャルシーズというレコードがある、レコードレベルがあるんですけども、そこでディジー・アトモスフィアっていうすごくいいレコードがあるんですが、リー・モーガンとか、もういわゆるディジー・ガレスピの楽団にいた人たちで、ディジーは入ってないんですけど、楽団にいた人たちでやってる、もう素晴らしいディジー・アトモスフィアというレコードがありますけども、その中にこのウィントン・ケリーも入ってます。こんな風にですね、彼はこういう経歴を経て、サイドメンとして働きながら、これから後に1950年代に入ってくると、59年ぐらいからですか、マイルズ・デイビスの中で、やります。もうサムネ・マイクロン・スーパーとかブラック・ホークとかですね、カインド・オブ・ブルーにも曲入ってますよね。はい、それで63年ぐらいまでやって、マイルズのところで、それからジゴのトリオとか、を組んでですね、やると。それからウェス・モンゴメリーと共演して、ありますよね、有名なハーフノートのウィントン・ケリーとウェス・モンゴメリー、あれも素晴らしいですよね。はい、それからそうですね、同じウェス・モンゴメリーのフルハウス、あれもウィントン・ケリーのピアノ、ジミー・コブドラムでしたね。はい、というふうにもうサイドメインとして欠かせないプレイヤーですね。ですけども彼はですね、意外と早く亡くなってるんですよね。生まれる時の関係でいくと39歳なんですね。1931年生まれで、1971年に亡くなってるんですね。意外ですね。もうたくさん彼の録音がありますけども、リーダー、サイドメンも含めてですね、もっとやっていたのではないかと思うぐらいなんですけども、もう71年に亡くなってるという、そんなウィントン・ケリーです。はい、そんな彼のデビューレコード、もう、8曲あるんですが、どれにしようかと思いましたが、非常に美
美しい、バーモントの月、ムーンライト・イン・バーモントという有名なスタンダード、これをお聞きいただきたいと思います。はい、では短いですけど聞いてください。ジャズはいいよ。